アラビアオリックスは、哺乳口偶定目視かオリックス属に分類される、偶定類。イエメン、イラク、エジプト、クウェート、シリアでは絶滅。アラブ首長国連邦、イスラエル、オマーン、サウジアラビア、ヨルダンに再導入。以前はシリアから、市内半島、アラビア半島にかけて分布していた。東道町160から178センチメートル。 肩高76から86センチメートル。体重65から75キログラム。全身の毛衣は白い。これにより、太陽光線を反射し、熱を吸収しづらくなると考えられている。顔に黒褐色の反紋が入る。額と鼻面の暗色反はつながらず、目の周囲と喉の暗色反がつながる。体側面に、黄褐色や黒褐色の帯模様が入る。 ひづめ上部を除く獅子は脳褐色や黒。陶器になると黒くなり、寒い時に熱を吸収しやすくなると考えられている。磁界の幅は狭い。角はほぼ直線的で、わずかに後方へ湾曲する。最大拡張72.5センチメートル。幼獣は全身の毛衣が単光褐色で暗色藩が入らない。以前は石が多い砂漠に生息していた。 オスは単独で生活するか、若い個体のみで群れを形成する。メスは8から10頭からなる小規模な群れを形成して生活する。多肉植物を食べるが、低木のワガメ、地下系、根、果実なども食べる。繁殖様式は耐性。春季から夏季になると1頭のオスと10数頭のメスからなる群れを形成し、時に100頭にもなる大規模な群れを形成することもある。 オス同士はメスをめぐって核を付き合わせて争う。妊娠期間は約240日。主に10月から翌5月に1回に1頭の幼獣を生む。授乳期間は約4ヶ月半。生後2から2年半で生成熟する。ユニコーンのモデルとする説もある。生息地では食用や薬用とされるだけでなく、毛皮が利用されることもあった。 19世紀には激減し、アラビア半島を覗いて見られなくなった。1950年代になると道路が整備されたこともあり、自動車や飛行機から重機を用いて狩猟されるようになった。野生個体は1972年に絶滅した。1962年から野生個体3頭を捕獲して、 世界各地で飼育されていた6頭と合わせた軽9頭がアリゾナ州のフェニックス動物園に集めて飼育か繁殖され1980年のオマーンをはじめとして飼育か繁殖個体の再導入が進められている2017年の時点では再導入された個体数は安定しているか増加傾向にあると考えられている一方で オマーンでは1993年には個体数が400頭まで増加したとされるが、1999年には飼育目的の密漁により個体数が100頭まで減少した例がある。オマーンの保護区はユネスコの世界遺産に認定されていたものの、保護区の約90%を縮小し採掘調査を許可したこともあって、世界で初めて登録を抹消された。 世界遺産となった。過放牧による生息地の破壊、干ばつによる影響も懸念されている。サウジアラビアでも1998の2008年にかけて干ばつにより個体数が減少した。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書愛に掲載されている。日本では1988年に 横浜市立金沢動物園が初めて本種を飼育した。ありがとうございます。